ちょっとね、アクタンは何占ってもらうの？まあ、うんうん、卒業後の未来を占ってもらおうかな。これアクアはね、その卒業後に対してなんかどういう思いというか、なんかどういう感じで過ごしたいとかあるんですか？聞きたい。思いか、でも正直結構まだ今にこう全力というか精一杯で、はいはいはい、なんかちょっとこの先に今不安はありますね。すごく、なるほどね。そう、どうなっちゃうんだろうって。まずはまあ現在なんですけれども、この戦ってるみたいな感じですね、うん、これワンドなんですが、まあ、ワンドはこう熱意の表れみたいなカードでして、でもね今ねこれ奮闘してるってカードなんですよ。今現在も、はい、奮闘してます。何とお前戦ってるんや。しかもですね、割と自分の方が優位な立場で奮闘しています。いいじゃん。奮闘奮闘って何系の奮闘ですか？まあちょっと言えることと言えないことがありますけど。やめろ、あくはやめろ、やめろ、やめろ、まあ、やめろ、やめろ、やめろ、はい、危ないな、まあ、危ない、配信消されるぞお前。この世から消えてしまう、まずい。そうですね、ちょっと気になったのはこの過去のカードの世界の逆位置ですね。どういうこと？世界はですね、あの完成っていう意味合いがありまして、まあ、ただこれ逆位置なんで一定の完成は見たものの、まだちょっと不完全燃焼みたいな。お前もっと伸ばせ、まだ伸ばせ、お前まだ、お前まだあれ完成してねえみたいだぞお前の世界は。でもまあちょっとわかるかもな。まだやり残したこといっぱいね、実はありましたから。なんでやりと残したままやったんだろう。本当だよ、伸ばせマジで。そうだそうだ。あと1年待てるだろう。次近未来行ってみましょうかね。近未来、近未来はページのペンタクルの逆位置ということで、このカードの近未来はちょっと迷ってるみたいな。このカードって、まあ、正位置だと物事に真摯に取り組むみたいな感じの意味合いなんですけど、あの逆位置なのでちょっと迷ってますね。お前もしや迷ってるか、何をやればいいのか。あ、いや何をやるかか。目的地を、ま、迷ってるというか、まあ、定まってない、状態なんだと思う。もう何も見えない感じがする、先はかなりね不安ではありますね、近未来は。じゃあアクアの深層心理、何これ、まだちょっとだけ未練があるみたいです。アクアさん正直になりましょうよ。アクアさんやり残したこともあるし、死にきれないというか。死にきれねえよ。未練もあるじゃないですか、アクアさん。おい待って、やばい、私が隠してたこと全部バレてるわ。周りから見たアクアペンタクルのね、あの誰かに対してのこう不満があったりとかするのが、それが周りから見てもよくわかる。なんか誰かに不満を持ってるのを周りが見てもよくわかる。そう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 。逆位置の方がまだ準備不足、なんかまだ行動するにはちょっと気持ちの整理をつけないとなみたいな感じがあるので。でも本当にあの告知されてもなおまだなんか実感がずっと湧かなくて、はい、相手は来てるんだけど、不思議なふわふわした気持ちではいるかも今。卒業した後なんですが、まあ、ちょっと休暇を取ったりとかして、なんかあんまり急ぎすぎるのは良くないのかも。周りを見たりとかいろいろ考えたりとかしてから行動した方がうまくいきます。そしてね、アドバイスカードなんですが、恋人のカードとなっておりまして、はい、この恋人のカードの逆位置のアドバイスは、一度決めたら貫くこと。はい、はい、あとは、自分の欲望をコントロールすること。あまり自分本位で自分のことばかり考えて物事を進めると良くない方向に転びそうなので、おう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 、は
なんかどちらかというと客観的に見てこうした方がいいなとか、うんうんうん、そういう視点で見た方がいいかも。客観的に見ること、うん、でそれを一度決めたら突き通すこと、うん、あー、わかりました、はい、すごいなこれという感じの占い結果となりました。はい、すごい、なるほど、ありがとうございます。これすごいよ。さらけ出ちまったな、アクターのすべてがな。はずはずマジで。よっしゃ、こちらのレジでござう。27番ください、ペンカーン。